こんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。えー、そして、えー、動画レポートお疲れ様でございます。あの、私ですね、えー、いわゆる YouTube 制限付き動画について、えー、一つ、えー、勘違いを太りました、えー。申し訳ございません。今回はそのお話をしたいと思います。これはね、私だけの勘違いかもしれません。 例えば、えー、過去に動画レポートを行いました。その履歴っていうのをね、えー、確認することができるんですけれど、例えばこの動画は制限されています。ここへクリックできるんでクリックします。はい。そうしますと、このような状況で動画再生ページ、動画をね、表示することができるんですね。まあ、この状態で、まあ、コメントができないから、 え、制限付きっていうのがコメントの制限が行われているんだろうということをえ考えていたんですけれど、これはね、ちょっとね、一つえーポイントがありまして、私、YouTube の動画を見るときには、制限付きモードをオフにしてます。通常は、この YouTube の制限付きモードはオフになってるんで、この制限付きモードを オンにしないといけないという点を、えー、忘れておりました。えー、申し訳ありません、えー。その制限付きモードの設定を行いたいと思います。右上のアカウントアイコンをクリックします。はい。で、設定をクリックします。はい、えー。設定の画面に来ましたね。この一番下の方に、えー、デフォルトは制限付きモードはオフになっています。 ここ、下向きのクれ三角形をクリックします。はい、その下に出ますね。ここで制限付きモードをオンにして、そしてこれを保存を押します。はい、これで完了です。先ほどの動画、もう一回ね、確認したいと思います。はい、先ほどの動画、これでしたね。動画は制限されていますと書いてます。制限付きモードをオンにしますと、 はい。このような形で、えー、動画を再生できません、えー。制限付きモードが有効になっているため、この動画は視聴できません。えー、動画を視聴するには、えー、制限付きモードを無効にする必要がありますというふうにして、えー、表示されます。ただし、YouTube の制限付きモードが有効になっていて、動画レポートで この動画は制限されていますという表示があっても再生できる動画があります。ちょっとご紹介したいと思います。例えば、この動画、動画は制限されていますと書いてます。もちろん YouTube 制限付きモードをオンにしてます。ここをクリックします。そうしますと、なぜか動画が再生できるんですね。おかしいですよね。 他にもまだあります。皆さんご存知の DHC テレビです。はい。動画は制限されています。はい。アドレスをクリックします。はい、はい。そうしますと、このようにして、えー、YouTube は制限付きモードをオン。えー、動画レポートは、えー、この動画制限されていますというにもかかわらず、えー、収益化できて、 しかも動画も再生できています。通常は YouTube の制限付きモードをオンにして動画レポートの結果動画が制限されていますという表示が出ればご紹介しましたようにね動画は再生できませんという表示に変わります。だけどね制限付きモードがオンで動画レポートで動画は制限されていますという表示があるにもかかわらず 再生できてしまう動画があります。しかも、収益化までできています。これ、どう見てもおかしいよね、という動画に関しましてはね、私が提供しています、YouTube 制限付き動画に関する情報提供フォームでね、どん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 情報をお寄せください。よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、 今回ね、ちょっと言って、僕の勘違いがありまして、えー、失礼しました。はい、ということで、今回はこの辺で失礼します。